携帯音楽プレイヤーとは、携帯して音楽などを聴ける音響機器の総称である。ポータブルオーディオプレイヤー、携帯型オーディオ、携帯デジタル音楽プレイヤー、デジタルオーディオプレイヤー、デジタルメディアプレイヤーなどとも呼ばれるほか、先駆者であるソニーの商標が一人歩きして、ウォークマンと呼ばれることもままある。携帯電話端末、スマートフォン端末及び、 携帯情報端末用のソフトウェアは、モバイルミュージックプレイヤー、モバイルメディアプレイヤーなどと呼ばれるが、本項目では触れない。携帯音楽プレイヤーをかけている男性かつては、ヘッドホンステレオが一般的な名称として普及していたが、現在では、ポータブルカセットプレイヤーのみに、この故障が用いられる場合が多い。日本で百七十九年七月に発売された。 ソニーのウォークマン TPS-L2 がその起源である。この流れに従い、カセットタイプのウォークマンから使用されるメディアの進化に合わせ CD や MD などが企画採用されていた。近年はデジタル技術の進歩と、米アップル社の iPod のヒットと、その普及に伴い、多種類のデジタルオーディオプレイヤーが普及しており、この市場は2000年代2010年代に発展を見せ、 やがて、スマートフォンに修練された。しかしオーディオマニアを中心に iPod やウォークマンは根強い人気を持つ。パナソニック RQJA63。ありがとうございます。